チャリオット作戦、またはチャリオット計画は、1958年にアメリカ合衆国のアメリカ原子力委員会が提案したアラスカに核爆発によって人工湾を作り、そこに大規模な港を作ろうとする計画。名目上、核爆発の土木利用ということで、平和的核爆発に分類される。チャリオット作戦における爆発の規模を描いた、 計画図チャリオット作戦の舞台となったのは1958年のアラスカ・トンプソン・岬である。アメリカ原子力委員会は畜地界に面しているトンプソン・岬で地上で5回の原子核融合爆発を起こすことによりクレーターを砂上につなぎ巨大な港湾を作って活用しアメリカで最も新しい州であるアラスカ州を活性化させようとする計画を立てた。 これは主に水爆の父ことエドワード・テラーによって推進されたが、1962年にアメリカ原子力委員会はチャリオット作戦の中止を発表した。計画が放棄された後もアラスカでの核実験計画が終わったわけではなかった。1962年8月、ネバダ核実験場から核分裂性物質がアラスカに輸送され、実際に いくつかの核実験で使用され、すべては実験後、土で埋められた。実験の処理について記述された文章が、実験から30年後、機密文章扱いを解かれた、公文書の中から、アラスカ州立大学の調査員が発見した。実際に、州当局が現地を調査してみると、地下60センチメートルの場所から弱い、放射性物質を検出した。周辺住民は激怒し、 放射能を汚染された土の除去を要求し、合衆国政府は多額の資金を投じて土を除去した。ありがとうございます。